ロン・ジョージは、ガヤナ・ジョージタウン出身の陸上競技選手。専門は短距離走。2014年に400メートルで45秒57のガイアナ記録を樹立し、現在までにガイアナ記録を45秒16まで塗り替えている。2014年6月14日のダイヤモンドリーグ、アディダスグランプリ男子400メートルで45秒57のガイアナ新記録を樹立。自己ベストを0秒20更新するとともに、1996年にリチャード・ジョーンズが樹立したガイアナ記録を0秒08更新した。2015年6月14日の全米陸上競技連盟東部地域選手権男子400メートルで45秒31のガイアナ新記録を樹立した。2015年8月23日の北京世界選手権男子400メートル予選で45秒25のガイアナ新記録を樹立したが、準決勝に着順で進出できる3着以内には入れず、タイムで拾われるには0秒17及ばず、予選敗退に終わった。2017年6月23日の南アメリカ選手権男子400メートル決勝を45秒42で制し、初の南アメリカチャンピオンに輝いた。また、これは98年の歴史を誇る南アメリカ選手権において、ガイアナの男子選手が獲得した初の金メダルという快挙だった。2017年7月15日に自国ガイアナのレオノーラで開催されたアリアン・ポンペイ招待に出場し、男子200メートルと男子400メートルで自己ベストをマークした。最初に出場した男子400メートルで45秒16のガイアナ新記録を樹立すると1時間45分後に行われた男子200メートルでは、ロンドン世界選手権の参加標準記録を破る20秒41をマークした。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。備考欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。